沖縄のアメリカ軍普天間基地に隣接する学校にアメリカ軍のヘリコプターの窓が下した事故を受け、沖縄県の王朝知事は李大臣官邸を訪れ、菅官房長官と会談し、基地に所属するすべての航空機の飛行中を求める抗議文を手渡しました。これにして菅官房長官は、アメリカ軍の航空機、学校などの上空を飛行しないよう働きかけていく考えを伝えました。沖縄のは、李軍普天間基地に隣接する小学校のルートにアメリカ軍のヘリコプターの窓、落とした事故を受けて、沖縄県の王長友は、李の湾志乃さ喜び誠市長と共に総理、新官邸を訪れ、菅官房長官と会談しまし、この中で王朝知事は、一歩間違った、区の児童の生命に関わる重大なこと、そう、手王朝知事は、安全が確保されるま、の、普天間基地に所属する、すべての、空、の飛行中止などを求める安倍総理大、宛て、の抗議文を手渡しました。これに対、て菅官房長官は、あっては、らない子、で、再発防止に取り組みたい、米軍機が、こうなどの上をできるだけ飛行、ないこと、日米で合意しており、しっかりやっていと述べ、アメリカ軍の航空機が学校なの上空を飛行しないよう働きかけていく絵を伝えました。